皆さんこんにちは、高橋正幸って言います。早速ですけど、小判、元禄、天祖下、利休、これって何の名前か分かりますかね。続いてはアスペン、白樺、トドマツ、竹、ヒノキ、杉、これ何に使われる木でしょう。正解はですね、割り箸でございます。小判、元禄、天祖下、利休、これは割り箸の形ですね。で、さっきのアスペンから杉にかけて、あれも後ろに行けば行くほど、高級とされてますね。で、これですね、僕が持ってるこれ、これ九寸杉正目利休箸って言います。これ箸袋名刺になってるんですけどね。で、まあ、これはですね、割って使ういわゆる割り箸ですね。割り箸の中では最高級って言われてます。実はですね、僕の会社ではこの割り箸を作っております。この割り箸で皆さんカップラーメンとか食べたことってありますかね。非常に美味しく感じるんですよ。本当不思議なんですけど、なんでしょう、もう本当500円とか600円とかそんなラーメン食ってるような気になるんですよね。スーパーとかで見かけたら、もうぜひ騙されたと思って試してみてください。で、まあ、もしって言ったのはですね、実は国内のね、国内で出回ってる割り箸っていうのは 95% 以上が外国産なんですよ。で、国産っていうのはもう 5% ありません。で、まあ、僕の会社のこの割り箸もう高級割り箸なんで、もうその 5% の中のごくごく一部、もう 1% 以下ですよね。というわけで、もうスーパーではこの割り箸買えないんでした。残念です。どうしても欲しいっていう方いらっしゃったら、僕の会社に連絡してください。売るほどあります。でですね、あんまり知られてないんですけど、割り箸の歴史ってね、300年以上あるって言われてます。で、奈良県の吉野地方が発祥の歴史とした日本の伝統産業なんですよね。で、この利休橋、この利休橋もですね、原型は千の利休が作ったから利休橋って言われるようになったって言われてますね。はい。で、じゃあね、なんで国産の割り箸がそんだけシェアが落ちちゃったのかと、どうしちゃったんだと、これ答えは簡単なんですけど、値段ですよ。日本にしかなかった割り箸、最初は台湾、韓国、インドネシア、アメリカ、そこら辺で作られ始めてですね。で、今ではほとんど中国一国で生産されて、輸入されてます。まあ本当1円でも安く買いたいとかね、どんどん安く買いたい、どうしても安く買いたいと、そういう結果ですよね。で、どうしてこうなっちゃったのかと言いますと、結局日本人がその国々に、ね、機械持ち込んだんですよね。もともとその国では割り箸使われる習慣ってなかったわけですから、日本発祥の、ね、日本にしかなかったもんなんで、結局日本人が持ってってしまったと、本当ひどい話なんですけどね。で、そんなね、中国産の割り箸がもう出回るようになってからもう20年以上経ってますわ。一膳、これに比べるともう本当びっくりするような値段なんですけど、一膳1円以下で、もう安かろう悪かろううまく割れないとかね、もうすぐ折れちゃうとか、もうそんな割り箸がですね、20年以上出回り続けちゃってるとどうなります。本当日本発祥だったはずのね、300年以上歴史があるっていう割り箸が、もうたかが割り箸っていうイメージに変わっちゃいません。もう本当どうでもいい、なんていうか、ただ同然のね、木の棒みたいになっちゃってませんかね。もう忘れられそうになってるんですけど、ちょっと前ですけど、めっちゃ流行りましたね、おもてなし。で、
大切なねお客様をもてなすためにもうその真心を込めたね美味しい料理に添えられるのって古来ね本来は高級な割り箸だったんですよ。割られてなかったら誰にも使えないって、まあ、一目瞭然ですよね。で割り箸を割るっていう行為にはことを始めるっていう意味があるんですよ。もうなんていうのかな、そのおもてなしにあたって一期一会の精神でもってね、もうこうつま先まで神経を行き渡らせるようなっていうんですかね、もうそういうもうとことん細やかな心遣いがそこにはあったはずなんですよ。それがもういつの間にかもう忘れられつつあると、そういう状況になってるって僕は思ってます。で皆さんのねご自宅でお椀だったりお皿だったりフォークだったりナイフだったりってご家族で共用だったりしませんか？でも箸だけはね各人専用だったりしません？まあ、食事のね始めから終わりまで利き手にあるのってお箸じゃないですか。食器だったりその上に乗ってる食べ物だったり、食べればその次のお皿でその上に乗ってる食べ物でまたさらにその次、食べ物に関しては次から次へっていきますけど、お箸だけは最初から最後までずっと同じものを使ってるわけですよ。でね、僕が思うのはもう食事においてもねお箸って扇の要なんじゃないのかなって思うんです。で僕の会社ではねこの九寸の杉正メリキュー箸、これ一膳一膳手作業で強度検査してます。で一膳一膳手作業でヤスリがけして仕上げてます。ご自宅で使われる分にはね10回でも20回でも使えるようなお箸なんですよ。まあ、ちょっと話は飛んじゃうんですけど、もともとね割り箸って丸太から住宅用の部材を取った後の部分、背板っていうところがあるんですけど、そこから作られました。おなじみのこのもったいない精神ってやつですよね。そこから作られ始めたのが始まりなんですよね。で材料は杉が使われてました。これも杉のお箸なんですけどね。で杉って実はね日本の固有種なんですけど、まあ花粉症の原因でもありますよね。もう僕ちょっと今咳出ちゃってるんですけど、僕も実は30年代の花粉症でして、もうぼちぼち来るんじゃないのかなっていう感じではあるんですけどね。で、まあ、その花粉が多すぎてどうしようもないのはやっぱり杉が多いからなんですよ。でどうして杉が多いのかというと、林業が衰退してるからなんですよね。で、まあ、僕の住んでる湯焼なんかは毎年ワースト5に入るぐらい杉花粉飛んでるんでね。で、まあ、杉丸太の値段って昭和55年ぐらいがピークで、もう大体3分の1ぐらいに今なっちゃってますね。でもそんだけ値段下がっちゃってると、もう山の所有者さんってもう誰も切んないですよね。儲かんないんでね。でもいわきだったり東北だったりの山っていうのはやっぱ荒れてきちゃってますよね。どうしようもないと。でまあそんな中でですね、まあある日ねふと本屋さんに入った時にこんなの見つけたんです。田中敦夫さん、森林ジャーナリスト田中敦夫さんのね、割り箸はもったいないって本ですよ。なんとなく薄々気づいた方いらっしゃるかと思うんですけど、今までの話ね、だいたい受け売り意外とね、はい、そんな感じなんですよ、ね、でもね、この田中敦夫さんってすごいいい方でね、メールだったりシンポジウムだったりで割り箸のことをたくさん教えてくれて、で僕も調子に乗っちゃってね、その気になっちゃって、もう林業復活させるには割り箸しかないと思って、それで起業しちゃったんですけど、その時にもね田中さんね、もうリスキーだからやめといた方がいいよって言ってくれてたんですよね。でまあその他には家族だったりね、友人だったり知人だったり、
まあ、親身にはなってないんですけど、もうたかが割り箸、絶対失敗する、もうやめとけばっかりでしたね。一貫して賛成してくれてたのは僕の母親だけ、一人だけ、まあ、そんな状況ではありました。で、まあ、割り箸に変にこだわって見えるかもしれませんけど、別に、ね、僕そんなに割り箸が好きってわけでもないんですよね。死ぬほど好きってわけでもない。でも林業を復活させるにはね、間伐をしなきゃいけない。で、間伐をたくさんするには間伐材が売れなきゃいけないわけですよ。で、間伐を売るために、そのために手段として僕は高級割り箸の製造っていうのを選んだんですよね。そこで参入したわけですわ。で、割り箸って環境破壊でも何でもないんですよ。僕の会社は 100% 杉の間伐材を使ってます。で、仕入れた丸太からゴミは一切出ません。で、割り箸の乾燥に使う燃料にも石油系の燃料は一切使ってません。本当に悪いことって何一つしてないんですよね。もう本当外国産のことは分かんないですけど、国産割り箸は、ね、もったいなくなんかないんですわ。一人でも多くの人にたかが割り箸っていうイメージからね、されど割り箸っていうイメージに変わってもらいたい。一人でも考え直していただきたい。日々これからもずっとそう思ってます。終わります。